総長からのかつ宇梶隆の名言。若い頃は誰もが自分探しをするでしょう。俺もあがいたけど本当の自分なんてないが結論。今に全力を注ぐしかない。今この仕事を大事にできないやつが他の仕事だから大事にできるなんてありえない。諦めたり投げ出すのは簡単。でも簡単な人生しか生きないようなやつは簡単な結果しか得られない。だから今頑張れないやつは先々頑張れるわけがない。バカにされたくないから必死で頑張った。頑張るっていうことは身が入るっていうこと。それまではバカにしてなめきっていたことでも身が入り心や気持ちが入るとそこに見えなかったものが見えてくる。工夫や効率が生まれて仕事も面白くなってくるんだよね。